髪の毛伸びましたよね、私。伸びましたね。そう、オイル。オイル。暑 <laughs> い。マジで、ほんまに。暑い、自分の部屋が、最近、昨日から。 今くらいの長さも好きやってほんまにでものなんかね髪の毛染めたいのよ。で今なんかあの解除されたじゃないですか。で京都と大阪と兵庫の移動がそうだからでもねだからといってね収まったわけじゃないから行けないしどこにも。 でも美容室ぐらいをちょっと行かせてほしいなぁと思って。行きたいのよ。鏡に何貼ってるの毎日。毎日。これはね、AKB さんの祭り、浴衣祭りの時かないまいちにいただいてきました。<laughs> 美容室は大丈夫って聞くけどねって。明日全部解除する、されんの。やば。ええー、もう講演しましょう <laughs>。ね、県内出るのもよくないって感じだけどね。え、どうなん。だってさ、え、別にさ、自粛。えー、どうなん。よくわかんないんですけど、ちょっと微妙なラインじゃないですか。 そうあんまあ、ちょっとよく分からんからさ出ようにも出れへんし怖いしまだ <laughs> 何も解決してないのになんで解禁なんだよね本当にそれはもう出てもいいけど目がないって出てもいいけど確かによく分かんないよね本当にそうそう,そういうところあのあれしてほしいちゃんとあれしてほしい でもなんかいろいろなんかニュースでみんなが動物園行ったりしてたから羨ましいと思ったけどでもねずっとね家ん中ねいてたからすんごい開放感じゃないですか第2波が来るよ怖いよねいや,いやもうさまたさ来たらもう ななとも言えなくない <laughs> 無理じゃないそれやったら第2波が来る前に完全におさ,まぎおさ,おさまってから解除した方が私はずずずずってそっちの方がいいと思うしまだ薬ないんだね仕方ないな早くねそれがおわせく 2年かかるんかええー、公演したいな嫌や,やで自分の誕生日この状況を続くとか嫌や,やで明日の目めっちゃ薄いな 難しいよね最近皆さんどうですかあ、濃くなった今日はズームのお話し会でメイク薄かってんけど薄くしたの。 普通の生活に、生活に戻ってほしいけど学校嫌だ。ええー、どうなんやろなんかさ、オンライン授業とかやるよりさ、普通に学校に行ってさ、学んだ方がそっちの方が楽しくない私は絶対家でやりたくない人やからさ。そう。ついて学校行って、みんなに会って、勉強した方が楽しいのかなって、おっと思ったりまして、あ、 いしょいたを着てるのそう夏服から取り出しましまた読書読む読まないね。 読読書はんだ方がいいって言われれれるけどそれおすすめされるのよこの友達にこの読書い「この本面白いよ」って言われんねんけどちょっと手が伸びてがくって。もう無理よ読書はね、うん、漫画とかやったら読むけど読書は漢字とかも多いしそれ漢字調べるのも勉強の一つやと思うけどそれがめんどくさくて <laughs> 私はやらないんですけど <laughs>。 そうでも一時期読書を語彙力がないしそうないからあの読書読んでいろいろ勉強しようってさあ始めようってなって読書開くじゃないですかでちゃんとあのまあスマホでさあの調べれるやんそれを紙に書いて覚えようって思っててん3日も持たへんかったもう2日も持たへんもん 無理よね。そう、本、あ、本か、読書を読むってた。<laughs> そう、こういうところ。<laughs> こういうところです、私。ダメだよね、こういうところ。<laughs> レインツリーの国って本買ったから、自分、あ、ゆうちゃんがレインツリーのほ、国の。 国っって本買ったからうちも読んだのにどうでした読めました全部 <laughs> そういうところが可愛いねって面白すぎる <laughs> こういうところなんですよねみんなさでもさ甘やかしてくれたりさしててくれるけどさ世間でも何言ってんのこいつってなるでほんまに私は今アイドルやし甘やかされて育てて育,育ってきたからさほんまに。 みんなのせいやで、ね、<laughs> みんなのせいやで、ね、みんなのせいにされるやつきちんと知るまで怖い子だと思ってたやってええー、そうよねそうなのみんなねもう見た目第一印象見た目は本当にそうやって入られるしょうがないもう見た目って損よな この見た目やから損やなってめっちゃ思うもん <laughs> 責任取るために勉強教え,教えようかスパルタで嫌です絶対嫌ですもう遠慮しときます <laughs> そう褒められたら伸びるか本当にでも私どっちもあるんですよ 褒められて調子乗ってやるあもっとやろうってなるしあの何だっけあの昔はね昔は褒められて伸びる人やってんけど最近はどっちもある怒られていやっぱ怒る怒られるありがたみを知ったからかな知ってからそう 怒られてて何クソやっったんんねもう昔はすごい頑固やったから自分のねあのあるじゃないですか自分のなんていうのやり方とかがそうあったから怒られて「えんでなんでそんな怒られてんの私」って「おかしないな?ね」い <laughs> 私のやり方があるし」でずっと思ってた人やったからそうでも最近はそ,うそのありがたみを知ってからかなどっちもいけどっちも。 うんそれ簡単に言うけどすごいことやでえー、そうなんですかねでもそうでもねうんでもさ人間ってさ結構さプライドがあるわけやんかでも私も、ね、プライドはあるしそれをね何だろう変えるっていうのはすごい難しいと思うんですよ お見送りのユウちゃんは天使えどう天使なんですか <laughs> 怒られると泣きそうになるのやめたいああでもメンバーでも多いですよ怒られて泣く子なんて結構多いですよ 私はそれを見て泣け泣けと思ってるけど <laughs> もっと泣けって <laughs> 違うそれねあのそういう悪,悪い意味じゃなくてとことんないってとことん悔しい思いしたらいいって思ってるそ,うそしたらあの分かってくるじゃないですか 泣きたい時にいっぱい泣いたらええねんって思うけどそれはちょっと自分言えへんからさ <laughs> そう人のこと言えへん泣いて強くなれるのはすごいね全ね私強くないで別にめちゃめちゃ泣いてるけどそんな強くないしわ <laughs> かるわーってきて 共感してくれる人おった <laughs> えー、昔のイメージあるから今でもガクブルやってあべちゃんなんでですか昔のイメージ私の昔のイメージどんなんでしたっけ,どん,たっけ <laughs> どんなんでしたっけどんなんでしたゆうちゃんの言葉聞くと強くなれた気がするやって嬉しい 初見で釣られる天使、えー、そんなに天使って言われるな初めてじゃない天使って言われたことあんまないし可愛いって言われるけど天使なんてなかなかないですよ。意外ですね不思議な方ですね。 壁に穴開けたって書いてる私壁に穴開けたことない <laughs> 壁にただただく叩いたり蹴ったりはお話ししたことあるんですけどなんか勝手に壁に穴を開ける話が広まっててどっかでそうだって誰って思って <laughs> 私は女神ですか、うんヤンキー説ヤ <laughs> ンキー説ねこの前ねお母さんとあのー、何てっけお買い物行った時に私ジャージアリダスの 上下ジャージでスウェットでジャージとスウェットってどう違うのまあいいやどっちでもいいわジャージでねですっぴんやったから黒いマスクして髪の毛がねちょっとまだボサボサじゃ前髪がボサボサやってねでまとまりにまとまらんくてそうちょんまぎして買い物行ってんけどほんまあ,あんたってヤンキーやなって <laughs> ヤンキーみたいでその格好みたいな。 ヤンキーやんって言われたあんまにも言われたよかっこかっこやからな <laughs> 地元のヤンキーでそう郵便局に4時あったから郵便局に行くい行った時にその郵便局のドアの前にそのなんかね結構若い人たちがね23人 集まっててめっちゃ私のことが見してきてさそう私と同じぐらいじゃないかな分からんけどとにかく高校生ぐらいめっちゃが見されたそう系統がまじ同じなんかもうその人たちもジャージやしあ一緒にしないでください <laughs> と思いながら <laughs> やばいな喧嘩売られてるかもしれへんなめフちメられてんのかな もうそんなね相手にはしないんですけどああ見られてんなーと思いながら前髪かき上げてプ <laughs> ってあのちょんまぎしてました仲居前やと思ったんちゃん。やば私アイドルよ <laughs> 私一応アイドルなんだよ 私め,っちゃめっちゃ見てきたからそうああやば見られてんなーと思いながらそうやって <laughs> あマスクしてたからね前髪上げてちょんまげを道 <laughs> 言われるやんガン飛ばしてません どんなも、もうさ、みんなの中でのさ、私のイメージがさ、すごいね。面白いね。何色のマスク黒ですよ。基本黒の、ピタッとマスクあるじゃないですか。あれの黒を、しかつけないです。でもね、カッコがカッコやから、 <laughs> <laughs> うん。うん。ね、他なんかありますか。千人、千人来てくれた。 ありがとうい,しょい, <laughs> いい買い物できたお母さんの買い物についてきただけなのでそう私の方は別に買ってないですね。 さらにに綺麗になったねやってホンまですか嬉しいでもせいって言ってもらえるのありがとうございますてっきりゆうちゃんもじょうちゃんのインスタライブ見てるかとやってあ見てないわやってんねんやあ嘘うのぞきににはいったい行ったわ 女の子はたくさん言ってあげると。てんてんてん。どういうことどういうことななほのインスタイブもちょっと探しちゃったやつ私、好きやな関西弁かわいい。関西弁ってかわいいよね。なんか。うん、なんかでも関西、関西弁で慣れてんのか。 なんかメンバーが関東に行ってるじゃないですか行ってる子とかいるじゃないですかそれでなんか待ってめっちゃ今ボーっとしてるそうなんかそれなんかえへへへ今めっちゃ面いあっかねそうなんかメグとかが急に関東弁で喋ってきたらやめてってなっちゃうねんなわかります え関西弁めっちゃ映るやってだからさなんかさ関東でお買い物とか行ったりとかするじゃんその時にメンバーと関西弁に喋ってたら通りすがりの人,人に「関西弁可愛いな」ってめっちゃ聞くからでしょって思いながら <laughs> 関西アピール かわい,いよ関西弁はわかりませんっ、ね、て <laughs> からんのえ男の男の前では関西弁強めです話すやってなんでななんんで男の人の前だけなん えなにやまりなが昨日の配信でユーミンのこと心配してたよやって。なんでなんで心配してくれてたの ?LINE してきてよ。私って、LINE しにくいんかななんかね、来るのは来るの。やけど、じゃあ私がす、私がわかんのやろな。 そう私基本さ LINE あんま得意じゃないからさ <laughs> M 字そうムジつけへんからそうやねんなそうなの昨日突然泣いてたんでしょその理由は自分も知らないけどえなんで知ってんの逆になんで逆に ないということを知ってんのじゃあ電話あ電話やったら話す電話かけてきたら全然話すけどなんかね私はね来られたいの来てほしいタイプやから絶対自分から行かへんし、うん、まあね相手からも来られたい。 来られたら嬉しいっていう人もめっちゃ多いと思うよそれは <laughs> なんかね自分からあんまりなんか連絡しようとは思わない LINE <laughs> はね確かに感情を伝わりにくいよね <laughs> 難しいよね既読はあんまり記力じゃない LINE はね M 字つけないんですよでも最近つけるようになったで みんなにめっちゃ心配されたからそうだからあかりちゃんとかも LINE する時に「ゆうちゃんって LINE 続かないよね」って言われて「LINE <laughs> の話し続けられないよね」って言われて「そうなんですよすぐ終わらしちゃうんですよ」ってそう多分続けたい人は私と会わへんと思う続けようっていうゆきちゃんとかは続くかな 昔は全然続かへんかったけど、たわいもない会話でも続くようになった、ゆきちゃんとは。あの、LINE の、絵文字なしでも。あそうや、ウーカとの LINE ね、私が、<laughs> そういえば、お前まや、忘れてた、私が記録無視してんねん。<laughs> ごめん、ウーカ。<laughs> ごめんね。 もう既読無視しちゃって結構2日だったのかなあそういえばと思って LINE に返した時あっウーカに返してないでももういいかなと思って <laughs> ごめんなさい言 <laughs> っといてみんなウーカに <laughs> ごめんねって <laughs> 悪気はないねん違うねん私ね一つのなんかね結構ね来てたんですよ LINE がで既読つけて後で返そうっていうふうになっちゃうんですよ 面倒くさいとかじゃない後で返そうってなって先に、ね、仕事のことを全部終わらしたかったからそ,そっちやってたら忘れてましたねごめんねうか届けようとね頑張ってくれたのにごめんね <laughs> そうやなそれされたら悲しいよね <laughs> ごめんなさい かわいかったな何か「おはよう」って言ってくれたしそうでもね寝る時めっちゃ早いからさあの子おやすみまで言わへんからさ<笑><笑>そうめっちゃ健康的なね生活してるらしいんですよちゃんと12時前には寝て 朝起きるときは8時とかみたいな言ってたうわ私とも逆やなと思いながら <coughs> せやねんな性格リズムがね違うとなかなかね難しいよねすごいねゆうちゃん最近お休みメールくれるの嬉しいよやっていやちょっと最近、ね、ちょっとサボってたんですみませんうん うん <laughs> でも私最近朝方とかには寝てないちゃんと寝てますよ <laughs> 石田組と加藤組の100年先が大好きやって嬉しいん <laughs> 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 それが普通や確かに。確かに。<coughs> 今日声違うって書いてるこ。声一緒じゃないいつもと。違うわからへん、自分の声が。どんな声してんのか。<coughs> <coughs> ゆうちゃんの早いが2時とか3時やからな。それはそうやねん。私の中では早いねん、2時は。ちょっと、あ狂ってんねんな。そうやねん。狂ってんねん、性格でリズムが。 ロングにする予定はしばらくないかなねしたいのもう飽きたの <laughs> この長さ <laughs> また飽きようそう私ロングえーとねロング5月ぐらいに撮ったのでそう結構4月ぐらいにつけたのかなそう1ヶ月続いてちょっと飽きたなと思ってなんかね写真見るとねロングにしたいなでロングしてる時は そそのショートの写真見るとショートにしたいなってなんかねそこのルーティンもうカツラかぶったきやって話やけど、ね、カツラだってすぐ付け外しできるじゃないですか <laughs> そうなのそうでも私は次決めてるんですよ何あのロングはする時は髪の毛明るくしてからロングにしようかなって。 持っててちょっとね今まではずっとロングは黒いまんまであっかすないウィッグか <laughs> そうウィッグです <laughs> そうんそれをそう明るくしてからつけようかなってずっとね黒い,黒い時にしかつけれてないからうん <laughs> 6月のお話し会は是非ロングでお願いしますそうだね確かにもうちょっとやねって言うてだからちょっと美容室に行かない,かないとなと思ってそうでもねなんか地元でしかさお買い物とかさスーパーとかさでしか行かへんかったからなんか電車乗ってまで行くのがちょっとなんか。 めんどくさいっていうか <laughs> そう前髪切りたいね切りたいっていうか変えたいの形を形をうん オンラインがオンラインお話し会が始めましてですが何話したら何が何話したらうん思いを伝えてくれたら何でもいいです何でもいいよ本当にうに、ん、何でもいい何でも嬉しいでも今日多かったのがあの私に対してのメッセージが多かった あのねすごく嬉しかったの多分、ね、昨日のショールームが、ね、あったから余計に多分みんなの感情があれだったんですけどなんか本当に楽しませようとしてくれてる姿がすごく嬉しくてそうちゃんと私のことを好きってちゃんと伝えてくれたりとか、ね、本当に私のファンの方ってあんまりあのコメントとかで言ってくれるけど。 あの直接面と向かって「好き」って言わないんですよあんまり聞かないなと思ってそうそれが今日は本当に多くてびっくりしたそう面と向かって愛を伝えてくれたのがすごく嬉しくてでもそれでもなんか、まあ、気を曲げ笑そう気を そうあのー、違うたわいもない話とかも楽しませてくれたりとかすごいなんか心配してる姿が嬉しかったなってそう「気を紛らわす」それ <laughs> 出てこないんかった「紛らわす」。 でもさ、いざさ、いろいろさ、TikTok でめっちな流れんねん。大切な人とか、大好きな人とかに、大好き、ありがとうっていう感謝を伝えようって、TikTok でね、めっちなれるんですけど、いざさ、文章ではさ、いくらなんでも言えるけど、 いざ面と向かって言おうってなった時にさ勇気いらへんめちゃめちゃなんか恥ずかしいっていうか思わない照れくさいんかなっていうの <laughs> うわ悲しいコメントきた「ゆうちゃん今日彼女と別れた」ってうわーマジか落ち込むな。 わかるーって書いてる人やっぱ共感する人やっぱみんなそうやなタイミング <laughs> なんでなんやろそれは私も不思議やねん私もあんま言えへん言たやからさなんやろななんでなんやろなでもすごい大切に思ってて大好きやねんけど言えへんっていう人がさ多くない今もさコメントでさ そう多いからさ共感してくれる人が多かったからさ <laughs> あー直接目を見て伝えたいかなーってでそういう人もいるよね失敗したら怖いやろ なるほどね。失敗することってあるんかな別にさ、告白ではないやん。プロポーズとかじゃないやん。普通に、ありがとう。感謝の言葉を言うだけ。感謝の言葉を言えるかなんか普通に。なんか、ね、難しいよね。でもそれを伝えれる人ってすごいなって、すごいなって思うもん。 逆に成功ってないやねんって言うちゃんの「ありがとう」の言い方が好きそれめっちゃ多いのよ「ありがとう」っていう言い方ママも私がねママに何かしてくれたときに「ありがとう」って言うじゃんそしたらママも真似してくんねん私の「ありがとう」ウ <laughs> ねえへえめっちゃ分かる好きやっていいよね直接目を見て家伝えるれる人って素敵よでも伝えずに後悔しちゃうことがさ多い人多いんじゃないそうでもないはじめまして初見の方が見てくださってる。 ボノンミラコさん。ユウちゃんのありがとうは関西一やって <laughs>。嬉しいね。えー、別れても友達でおりたい言われたけどつらいやって。ああ。そうよね。自分はまだ好きってことですよね。はじめまして。ビギナー。ビギナーってね、初見の人ってこと ランさんポノンボノンって言っちゃったごめんなさいポノンさんいやせかいちってかわたしの愛どうやったかわいかっためっちゃかわいかったよ欲しいもん <laughs> 欲しいぐらいさや <laughs> ねえ卒業したとき直接なんか言えた <laughs> 覚えがないなああ,あのねコンサートは一緒に出たじゃんで私が最後に公演を一緒に最後に出たのが「ここにだって天使はいる公演」でその終演後みんなが帰るときにさやかさんと多分インスタに載せてるんと思うんですよ。動画を撮ったんですよね。 そ,うそれを終わってからちゃんと言いましたねありがとうございましたちゃんと言ったちゃんと言ったただねあんま緊張して覚えてないのよありがとうございましたは言ったよちゃんとけど内容があんま覚えてない <laughs> そう言うしてるやつぜひ見てみてくださいインスタライブのインスタライブじゃない <laughs> インスタの投稿 なんかその総選挙あったじゃないですかで総選挙さやかさんが出場しないってなって NAB に全員1票ずつ投票しているショールームかな多分ショールームなんですけどそれをなんか一人一人ちゃんと語っててそ,うそれのなんか私 に飾ってくれてる動画をファンの方が送ってくださってそれまで永久保存してますはい。見ましたダンス映え舞台映えって言われました <laughs> 舞台映えって言われましたなんかな何だっけなユーミンの踊り方好きって言ってくださりました嬉しい そう舞台映えって言われたしダンスが好きって何かの言うてて何かのそうユーミンのダンスが好き嬉しいよねそうやって憧れてる人においてもらえると嬉しいよね本当にだから落ち込んだ時とかそれを見ると 頑張ろうってなる NAB ってメンバーもファンもナンバー愛が強いすごいよねっていや本当にすごいと思うの素晴らしいよこの絆はどこのグループよりも一番強いと思う 自慢の絆だね落ち込んだ時さやかちゃんの「頑張れ」が聞けるから「夢逃げ」聞いてるやっていいよね「夢逃げ」っていいよな曲がうん。いっぱい押し投げたやってありがとうございます今アイスが飛んできた <laughs> 私もゆうちゃんと話したいやっていつでもお待ちしてますよ <laughs> 何も出てないけど <laughs> 頑張れうん <laughs> 今日はカラオケしないいって書いて書好きやな今日はちょっとカラオケしんどこかなって言ってあねそういえばさ私さ悩み相談やったっけ何やったっけなんか知ってたよね募集忘れてたわ <laughs> 忘れてました今思い出したわすいませんねこういうとこあるんですよ私今しようか だっけなんだっけ、名前なやったっけゆうちゃんのなんだっけゆうちゃんの悩み相談 <laughs> ツイートはするあれゆうちゃんあっゆうちゃんのじゃないかゆうちゃんお,お悩み相談 お悩みんあれ出てこへんで、ね、あ聞いてもらおうお悩み聞いてもらおう聞いて聞いてもらおうあれ出てこへんだけど。<laughs> 何やったったけこの前何やったっけな何やったっけな何やったっけなえ <laughs> いろんなゆうちゃんで生きたるもん。 ゆうちゃんそんなやつき何やったっけもう一回集める何やったっけ,ったっけえでもなくなったやつどうすんのみんな送ってくれたやつどうすんのあもらうか ひらじゃ意味じゃない。ゆうちゃん、ゆうちゃんねてっけ、<laughs> ゆうちゃんにお悩み聞いてもらう。聞いてありました <laughs>。ありがとうございます。 さてどんだけ送ってきてくれるのかな来て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 どんだけ送ってるのかなでヘビーの来たな最近地震が多くて巨大地震が来ると思うと不安で仕方がありませんどうしたらこの不安が消えるのでしょうか不安って消えなくない 無理よ。消えへんよ。どうすることもできへんもんな、だって。踏ん張るしかないですね。踏ん張ろう <laughs> 私、私もね、これ、お悩み相談室なんてんの、ちゃんと。<laughs> 私なりのなあの、お悩み相談室お、お悩みを解決しますね。 友達と一回気まずくなったらもう喋られへんくなるねんけどどうしたら仲直りできるかな友達と一回気まずくなったらもう喋られへんくなるんかまあそれはそうよね私もメンバーと喧嘩した時に気まずくなるよでもそれはねもう時間が解決してくれるか相手が大人やったら話しかけてくれるか でもね、私ね、頑固やからね、めっちゃ。自分からは絶対に、謝りもしんひんかったな。そう、すごい頑固やったし、私の別に悪いことしてないし、みたいなタイプやったから、相手が喋る、喋りかけるのを待つかも、時間が解決してくれるか、みたいな感じやって。そう、それはもう、そうしたら一生喋られへんくなるから。 お互いが頑固やったらねう気まずくなりたくなかったらもう自分からおしゃべりにかけに行くしかないと思うもう,そもう自分が大人になったらいいと思ってる仲直りしたいんやったら自分からしゃべりにかけにいきましょう 今年高校受験があるんですが、こう、受験勉強法とか、受験勉強のアドバイスとか、てんてんてん、学校がない、今、何をやるのがベストなのかわからないんですが、今こそ勉強をまとめに、ま、んまともにできるときだと思うので、お願いします。それと、わがままだけど応援してくれたら嬉しいし、やる気倍増します。あの聞く人間違ってるな。<laughs> 聞く人間違ってない 勉強法私、勉強好きじゃないからな。勉強法、皆さん、どうも。勉強法って何 <laughs> 逆に聞きたい、私。受験勉強のアドバイスは、自分にご褒美を作る。自分にご褒美を作ったら頑張れるんじゃないかなって思ってあげます。頑張ってください ファイティンはい。昨晩からの楽しみが、てんてんてんちゃんとした写真を送ってくれると言,う言ってたのに、もうおこですえ。これそうなの、あのね、これはね、モバイルメールですね。私が、あの、スタンプの変な顔をね、結構モバイルメールに送ってたんですよ。で、多分ファンの方は、 呆れるなと思って私は次にちゃんとした顔を送りますねって言ってちゃんとした顔を送らずに変な顔を送ったって怒ってますそうです怒ってますねこれはもう多分4月ぐらいの話なのでほっとおきましょうもう人は <laughs> 年齢が上の人多くて仕事場の人,どう人とどう話したらいいかわからない えーそうよな私も一期生さんと一緒にお仕事した時はもうド緊張よ自分自分じゃなくなるしええー、その時どうしてたかな黙ってたな基本そうでもだってさ年上やんほぼ だからさ、絶対さ、年下ってさ、可愛がられるやんか。だから、甘いに行ったらいいと思いますよ、私は。甘いにってなんぼやと思うし。甘いに行きましょう。わからないことがあれば、わからないんですって言ったら、絶対に教えてくれるし。うん。嬉しいと思う。その先輩からも、あ後輩から来てくれたって思ったら、めちゃめちゃ嬉しいと思うから。 甘いに行きましょうこれが一番のあれですよ <laughs> いいよみんな今送ってくれても送ってくれてるし <coughs> 痩せたいのに筋トレに,に,に,に二日坊主で終わっちゃう続ける方法教えてくださいユウちゃんが応援してくれたらできるいやわかるよ私も 3日ポーズとかで全部全然終わっちゃう人やからうん目標を立てましょうまずその多分モチベーションがないと多分できないからモチベーションも上げること上げ上げましょうまずかもういろんなところに張り紙を貼っとくか携帯の待ち受けに痩せろとか結構メンバーしてる人多くてそう痩せろとかそれがもう本当に 綺麗な女性の体のラインの,あの待ち受けにするかとかしたら多分モチベーション上がるはずやから頑張りましょう <laughs> ありがとう目標立てますゆうちゃんの写真ある春ねえ <laughs> ありがとう ありがとうございます。自分の巣がわからないです。巣ってなんだろうってたまに思っちゃう。どういうこと作っちゃうってこと巣自分が家にいる時の巣ですよ。自分が、家が一番わかりやすいと思うんですけどね。なんで、分からんってどういうこと私が分からへん。家にいる時。 え分かりません。え分かる人いる自分の巣が分からん人って。ゆうちゃん、LINE 麗だもんねってさ。いや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 、まだまだにやそんなええー、家族にも気使遣っちゃうんだ。なんでなんで すって何やろうな居心地のいい友達とかいないんですかあ今ツイッター見て話してますよツイッターのねリプ自分がしんどくなるのがす友達とかにかな なんか友達とたわ,いたわいもない話で盛り上がったりとかその楽しいって思ってる時が多分一番素やと思うんですよ私は。か自分で部屋にいる時がん、分からん「素」って何?「素」って何ですか <laughs> あでも分かる家族にはねそう自分の素直な感情を出せないの分かるすごい分かるわそれは。1人になった時がそう私は1人になった時が一番素になれるからあとメンバーといる時が一番素になりやすい。 <laughs> めっちゃ難しい質問したかも <laughs> 難しかったかも解決できひんかったかもこれまず普通に自分の素が分からなかったらもう楽しい人と一緒にいましょうそしたらね疲れないと思うんですよ逆にご居心地が良くて自分の素を引き出してくれると思うんですよ他人がそう他人が引き出すこともあるから別に無理に 落ち込む落ち込まんかったらいいと思う落ち込む落ち込む必要はないと思うよどっちかよね一人でいる時の巣か巣を出せる人なのか、うん、友達が引き出してくれるかはいすいません体絞るのに炭水化物を 抜きたいけどお米大好きなのでむきません。他のあんでもいいけど、食事でいい方法ありますかいい方法。うん、ない。う <laughs> ん、ない。なあ、ええー、私も基本ね。 お米とかパ,パン好きなんですよそうパン好きなんですけどそれも炭水化物じゃないかか化,化物何化物って言ってるの私合うてるそううん難しいのほか水をいっぱい飲もう <laughs> 水をいっぱい飲もうでもねご飯好きやったら何とも言えないよねご飯だって美味しいもんああ、そうやねガムを噛むそれもいいうん解決法はガムを噛むオッケー水を飲みましょう あご飯欲しいってなったらもう水をがぶ飲みする水はやっぱね健康なんですよ一番豆乳で代用やって <laughs> ガム大事ガムは私あんま噛まないけどね <laughs> でも、これは本気で痩せようと思ったら、もう、しゃあない。抜くべきやと思います。抜きましょう。本気でダイエットしたいんやったら。でも、普通に、本気じゃなくて、普通に、ダイエットとかなるんやったら、もう夜とか、夜だけ抜くとか、あの、ご飯の量を減らすとか。ご飯の量を減らしましょう。一回。 徐々に。一粒になったらもう食べないでしょう、もう <laughs>。はい。年上の人から振り向いてもらえるためにすることすること年上の人に私苦手なんですよ。なんかそういうなんかこび売りっていうか、なんていうのそういうの。なんか、 私が思うのは、私結構後輩多いじゃないですか。後輩からこうやって甘えられた時に、めっちゃ嬉しいなって思う。だから、多分自分が嬉しいと思ってることを、その人にすると、ん自分が嬉しいと思ってることを、したら、多分嬉しいはずなんですよ。<laughs> 一つもやばい。 せやんんやあのお米を冷凍したら <laughs> そうお米を冷凍したらそしたらもう嫌になるでしょ冷凍の米食べるのもえあのみなさん生きてますかコメントが全く動かないんですけど。 私が止まってんのかな。あ生きてるよかった。生きてるよやゆうちゃんに集中しすぎたよね。生きたじゃコメント動画して。嫌だなんかど。どうどう今どういう話してる何もうコメントをあ待って,待って一回ちょっと戻るな話。 お米を抜きたいって言ってたから、お米を <laughs> 冷凍させたら、食べる気、失せるじゃないですか <laughs>。<laughs> 適当なあれやな、解決方法やな、私な。<laughs> 米まで戻るんかい <laughs>。ごめんなさい、自分にすぎたね。はい、年上ですか年上の人ですか <laughs> あれ年上ね確かに小さい食べれちゃうけどいやちょっともういいねその話はもういいね私がも想したのがあかんねそう年上の人から振り向いてもらう振り,振り向いてもらうためにすることは私そういうのできないからねそう <laughs> だからもうみんなさん忘れよ <laughs> 次行ってくださいって来てるから。あの、質問してきたい人か <laughs> 次行ってくださいって来てるから。う <laughs> ん。私も甘えることできんからな。逆に教えてほしい。逆にみんなどうやって甘えてんの甘え、甘え上手って。いいよね。愛嬌がある子。私でも昔めっちゃ愛嬌ある子やったらしいよ。ママ曰く。 そうでも思うの愛嬌ある子とか甘えれる子は最強やなってめちゃめちゃ思うのだって嬉しいじゃん甘えられたら私もすんごい嬉しいし後輩から甘えられた時にそう思ったらね自分がこうやってしたらその年上の人がめちゃめちゃ嬉しいと思うし嫌な人いないと思うんですよ 甘い方にもよると思うんですけどうんなんだろうな私も先輩には甘えへんからな甘えたことないからわかんない 甘えれる人に聞いてほしいな。そうねね。そう甘える人に聞いてほしいなと思いますね。 膝の上に乗ってたやんって。誰の上ですか私、誰の上に乗ってたの膝の上って。ユーミンに甘えたい。ユーちゃんに甘えて。全然甘えてきていいよ。私、嬉しいよ、普通に。人任せだ。初めまして、初見です。だって。高木アンさん、ありがとうございます。ユーちゃん大好きできる。ありがとう、こんばんは。お、初見の人とビギナーの人が増えてきてる。俺、ピー。 ああ、さやかちゃんの上に、膝の上に乗ってた。乗ってたね。確かに。確かに、乗ってたな。<laughs> あれでもほんまに私まり上手じゃないですよ。 あティンの膝の上によく乗らないじゃああやはねそのなんかね n ーってよく分かんないんですよこの業界ってよく分からないじゃないですかシャシャシャ <laughs> 入った順が先輩なわけじゃないですかでもアティンん後はやしでもお年上やしよく分かんないんですよ関係がそよく分かんないんですよね難しいよね そう私は甘えれる人には甘えるなあやティンはすんごい甘えちゃう甘えるんかこれは甘えてるんかでも甘えられて嫌な人はいないと思いますよ甘えましょういっぱい女の子はねいっぱい甘えた方が得します絶対に絶対に得するから甘えましょう甘い方にもよると思うけど甘えるときは上目遣いで <laughs> 可愛くおねだりしたらええねんはい <laughs> 私は絶対そんなことしえへんけどななんか嫌なことがあるとすぐネガティブになってしまって自分を傷つけ傷つけたくなっちゃいますゆうちゃんはネガティブになったりしたらどう前を向こう,向こう,向こうとしますか たたまに重たい DM インスタに送ってごめんなさい,って言ういや全然いいですよ。確かにこの人は結構ねめっちゃ長文で送ってくださるんですよ。でも私返すことできないじゃないですか。そうだからなんかすごいなんか申し訳ないなって思っちゃうねんけど自分を傷つけたりもしますよ全然。めちゃめちゃするし。うん。何やろ。 なな自分をいろいろ言われた時に普通に部屋をこもって夜とか特になるじゃないですかみんないろいろ考えすぎて涙がわーって出てきてなんかねあままま人それぞれ何するかわからないけど <laughs> あります全然自分を傷つけることも全あるしんだろうな なんでやろどうやって下なんかね寝たらね立ち直るんですよ寝たらすぐ忘れるタイプなんで <laughs> なんかねわかんない私がネガティブになったり落ち込んだりする時は基本人に言わないんですよ全部一人で抱え込んだり自分を責めて。 ででも周りはねまあ長年ずっといる仲間じゃないですかそれをちゃんと気づいてくれる方が多いからメンバーで多いからそれに助けられてる部分はあるかもしれへん。O 型じゃない B 型だよ私。そう多いから。 周りのおかげで私はなんかどんどん自分の気持ちも楽になれてポジティブになりつつはあるだから周りのおかげかな自分が頑張って変えようとすると逆にしんどくなっちゃうからもう楽しい人と一緒にいるとかポジティブな人と一緒にいることにしてるすることが多いかなそうなったらもう悩んでることとか落ち込んでる自分がなんか バカバカらしくなるからそう周りのおかげで助けられてるかな私はうん自分ではね解決できる人もいるんですけど絶対無理ですよ私無理なんでそう自分溜め込んで溜め込んでストレスになってあのー、そう一回やったんですよね QM の時に倒れてそれで。 そう、それでスタッフさんがそう今ね副キャプテンとしてやらせてもらって溜めいっぱいためすぎて倒れないかっていうのをすごい心配してくださっててそうだからそれをする前にちゃんと話してきなさいってすごい言われますそうね全然なんか 本当に返すこととかは全然できないんですけど、こういうね、ショールームのね、こういうお悩み配信とかで、たまにできたらいいなと思ってしてるんですけど、ね、私でよければ全然聞きますし、全然ぶつけてくれ、ぶつけてくれたらいいですよ。よいしょ。 ねえなんかねほらここでも言いたいこと言っていいからねやってそう私のねファンの方は本当に心が広いしちゃんと受け止めてくれるから全然言いたいことがあれば是非全然ここにコメントください、うん、ここにいる人はみんなの味方みんな一人一人の味方ですよさすが鉄砲玉だな 打っても返ってこないけど意味が意味が悲しいけど「思ってることいっぱいあっても全然相手に伝えきれなくて誤解されやすいです」って思ってることいっぱいあっても全然相手にうんあるあるよねうんわかる誤解されたらそのイメージがつくし なんか陰で言われたりするんだろうなとは思うけど難しいよねなんかでも思ってることを貯めて後悔したらさもったいなくないとは私思うから何そう我慢する時もありますよあるけど 感情に出ないのか私逆に感情に出,てちゃう出ちゃう人なんでねめちゃめちゃ感情に出ない人って難しいよね何考えてるんやろうって思っちゃう確かにえー、どうしてるんですかみんな言わなければ伝わらないやってそれはそうですよ 私言わなくても伝わってるからね <laughs> 顔に出るから全部何考えてるんだろうって思うんやって言わないと考えてないって思われるのも嫌で言うようになった相て。えらそう私分かりやすいって言われるから。 <laughs> だから私は逆に羨ましいなって思う感情をゼロか100にする人がし羨ましい私はもう5050 50やから5050 50やからさ言えへんそう0か100じゃないあれ ?0 か 100? わかんない。何言ってんだよ。難しいよね。でも、伝えないと後悔しちゃうの嫌やったら、もう伝えるべきやと思いますよ、私は。はーい。ちょっと昔に。でもね、あとね、20分ぐらいで終わる。結構脱つの早いな。 け寝落ちしそうやってだってこの時間やもんなみんな眠たいよなでも石田う美さんがねこれでショールームすることによって寝れないよね寝なくていいんです寝なくていいよみんなで夜更かししよう 高校の時に仲良し人数でいたのに、最近その友達が自分以外で集まってて悲しいです。これ悲しい。でも私ね、言っていいですかあの、基本、ま、小学校の時と中学校の友達がいるんですよ。で、小学校で、なんかグループわけあるじゃないですか。そう、そこにずっといてたのに、 でもね、私ね、学校が違うかったからな。なんか、基本みんなさ、中、ち小、中、まあ、小、中は一緒やん。学年は違っても。一緒の子が多いやんか。一緒やん。私、学校が違うかったから、みんなで離れてたからさ、全部が全部。親友って思ってる子も、そう、小学校までやし、思ってるのも、中学になっても、連絡は全然取らへんし、学校が違うから。 そうだから全然私以外でも集まってる友達は全然いるしいやわかんい私がこの仕事をしてるから気を使ってるかもしれないんですけど <laughs> 女っていろいろあるよなっていやいや女って怖いよ本当にいや私も女やからさあれやないけどさ女って怖いよな <laughs> 女ってほんまに怖いからな そうだから私は友達っていう友達あんまりいないかな信用できる友達あんまりいないかなだから中学校でもこの活動してるから何やろでも何言われても仕方がないやんねこの業界入ってるしでなかなか学校では馴染めないし でも中学校で一番嬉しかったのが私がね学校にあんまり行けなかった時にその授業で学んだことを全部ノートに移してくれて私が学校に来,てくれ来た時にノートをね見せてくれるんですよ見せてくれてる時はその私専用のノートを作ってくれるのよ作って渡してくれるんですよでちゃんと私がこの帰る帰りの時に手紙をね 毎回毎回私が学校にいるときに毎回毎回書いて渡してくれるのよ。もうね懐かしいなってめっちゃ嬉しかったのそれがそう。毎回私の隣にいて「元気?」とか「頑張ってる?」とかあんま仕事の話はしんひんかな気遣ってそう。勉強のこととか めっっちゃし,優しかった今はその子何してんのかなってずっと <laughs> ね今思ったねめっちゃ優し女の子ですよめっちゃ優しかったなでも基本なんかこの業界にいるからなんかなんやろうな無理やりなんかぎなんか楽よくかきるって しようっていう目線で来られたりとか仲良くしたら得なんやなっていう感じで来る人が多かったからでもちゃんと面と向かって何やろうな友達って思ってくれる子が一人いてそれが嬉しかったね。 今は関わりないのよそう昔はねよくライ日はしてましたでも私は基本お仕事遊ぼうって言われてももう仕事モードになったらほんまに仕事しかしないタイプなので多分その原因で結構連絡が気使っちゃってね相手がそう取れなくなったりとかしちゃったから そういうところでは後悔してるからあ自分のせいやなってこれは思うそうやから、うん、なんかね難しいよね女の子の集団って難しいよな何とも言えないよねうん なんでうん自分から集めるとか <laughs> 自分から集める勇気をあれするかうん SNS を見るのもつらいやって難しい 新しい友達を作ろうと無理か新しい友達ってどうやって作るの <laughs> 私もう友達と作り方全然分からんもん <laughs> 大人になっていけばなるほど難しいよねやって。 そうやね私成人式も48でやってるからねあでも同窓会行きましたよ小学校の時の子たちが集まってる同窓会そう行きましたけどこのその時も別に何も思わへんかったな あみんな楽しそうやなってなんかその大学やっぱみんな行ってるじゃないですか私は行けてないから大学とかの,その勉強とか将来についてめちゃめちゃ話してんねんそれを聞くとすごいなっていろんなところで頑張ってんねんなみんなって話についていけんかったもんうん聞いてるだけそっかそっかって感じで 女の子の集まりは私もよくわかんないなぁ。SNS の見るのも怖くなっちゃうんやったら。わかんない。オタク友達行きましたやって。ま、あ、友達作りましょうまた新たに。簡単に言えることじゃないんですけど。 友達が増えれば増えるほどなんかその子たちのことなんて気にしなくなるとは思うんですけどどうですかね <laughs> ゆうちゃんの牛の友達生きたよってそう私のファンの方はねすごいね。 多いんですよ私の知らないところで仲良くなってさ <laughs> 嬉しいねで私は何々さんと仲良くなっ,たんでなったんだよっていう報告もしてくれるしそうそれがすごい嬉しかったおたくほらみんなほらコメントしてあげておたく友達はいいよやって難しい質問が来たか。 最高嬉しいよでもなんかね羨ましいみんなでズーム会したよって私のこと話してるんでしょうまく解決できなかったなこれは もうすぐ学校が始まるらしいです。課題が進みません。進みません。早く終わるにはどうしたらいいですかいやもう、やるしかないよね。やりましょう、ちゃんと。やりましょう。<laughs> やれ。<laughs> ゆうちゃんのことが好きすぎて頭の中からゆうちゃんでいっぱいなのですが、どうすればいいですかこのままでいましょう。このままでいてください。 社会人4年目 ?4 年四年目なん4年目だけど先輩に質問するのが怖いどうしたらいい後輩に指導の仕方も分からん性格的にあんまし怒れる性格生活性,性格でもないしええー。質問するのが怖い怒られると思ってるからかな 質問されて怒る人なんていますかいないですよね。しょうがない。それは、わからなかったら、わからないから質問するんで、するんやから、怒る人は多分いないと思うんですよ。で後輩の指導をの仕方は、 なんか、性格的にあんまり怒れないって言ってた別に怒る必要はないと思うんですよ。後輩に対しても。教わったことを教えれば、それだけでもいいしそう、無理に怒る必要は全然ないと思いますよそう。さっきも言いましたけど、先輩は、その上司とかは頼られて嬉しいもんやから、わからないことがあれば、わからないので教えてください。 もうこれを言うだけでも教え,てく教えようっていう気にもなると思うのでああ4年目とかになると新人でもないしそんなもわからないのかって思われそうああそういうことかでも私8年もやってるけどわからないことは言いますよマネージャーさんとか先輩にあかりちゃんとか そうだってわからないもんわからないもん <laughs> だって自分で解決できないからこれでみんなを迷惑をかけたくないからそうだら全員が全員できるって思ったらダメですよねそれは人のペースがあるわけやから何回も聞くから怒られそうそれは自分で考え考えないで わからないですすっって言ったらららそれれは怒られますよわからないで教えてください。でそれでその課題に対してわからないで教えてください。1回でいいんですよそれは。それも何回も言うと「いやあんたは考える気ないでしょ」って。他人から答えを求めようとする,でするから考える気もなくて「わからない」って言うんだよってなるんですよ。 それはそれは怒られるのも仕方がありませんそう先にそう先に調べることですね調べて本当に分からなかったら質問するとかじゃないと何にも成長しないと思うのではい 親の前でもお友達の前でも感情を表に出すことが苦手なわけではないのにドラマ見て感動したりとか辛くて泣きたくても感情を隠せて泣けないどういうこと親の前でもお友達の前でも感情を表に出すのが苦手なわけです、ね。 バンドしたりとか辛くて泣きたくても感情がくすて泣けない結論感情は表に出ないってこと親の前では泣けない親の前では泣けない分かるないや私は泣いてんなめちゃめちゃ泣いてんの親の前では うん要するに心配されたくないから泣かないんだと思うんだと思うんですよ年取ればすぐ泣きますそれはそう <laughs> そう無理に泣こうとしなくていいと思うんですけどねだって私別に無理に泣こうとして涙出てるわけじゃないもん 勝手に出ん,んね涙ってなんか人ってすごいねなんかいろんな人いるんですね私みたいにすんごい喜怒哀楽が激しくてすぐ泣く子もいれば感情が表に出なくて泣かない子もいれば ね、うん昨日ショーウルームで泣いてた子いるな誰なえ誰泣いてた人って誰が泣いてたん大丈夫大丈夫 <laughs> 羨ましい私もそれが羨ましいなそうそれが羨ましいなだから泣かない子になりたかったなってすごい思う だから逆なんですかねその人にとっては泣かないから泣ける子になりたかったとか感情豊かになりたかったとかないものねだりですね人間ってほんまに面白いよねそう思ったら私さすぐ泣けるから女優向いてんのちゃうかなっていうふうに思ってたりして活舌悪いから絶対無理なんですけど あやばいえ待ってあと3分4分あい、やばい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 それまた違うちょっと待ってギフト読み読みますギフトくださったあやさんしげやんみいちゃんさんせせせせせど <laughs> のせどのせいじさんおてるこれ もう私漢字苦手なんです。ごめんなさい。奈々さんえっ、ー、と、さきさん、呼ばれてなかったら、ごめんなさい、誰かさん。うちなんちゅうさん、森の熊さん。ちょ、これね、表示されないときがあるんですよね。なにわの、お京さん。なにわの女のお京さん。DD 小山さん。しまこさん。マスカルボーポーネさん。中平。えっ、ー、とね、昨日これ、おってんな。 何だっけコウスケさん中平コウスケさん森田けしさんオヤジ4646さん森のマさんまさやさんあれ二回呼んでる人おるかもしれんへん。すごいサキさんがめっちゃ送ってくださってる。ありがとうございます。正解やっと覚えた。 やっと覚えた。一日でちゃんと覚えれたよ。瀬戸でしょ瀬戸か。瀬戸私何て言った瀬戸って言ってなかった。一歩成長。<laughs> 漢字の一歩成長。ランキングを読ませていただきます。13位、あきさん。12位、ソフトクリーンさん。11位、スバッキーさん。10位、みーちゃんさん。9位、しげやん。8位、なにわの女、おきょうさん。7位、しまこさん。6位、森のくまさん。 五二七三。よい一かずのりさん。サイン先さん。二 d d 小山さん。一位は。森田たきしさんでした。ありがとうございます。はい、今日も突然のショールームありがとうございました。あと一分で勝手に自動に終わると思いますので、それまで喋っておきます。え、読んでない。読んでる。え、よ何人かよ。読んでない人いる。 送ってほんまに来てないようやん来てないよごめんねみんなありがとうこんな夜な夜なにショールームあ呼んでないああっナルマさん